当にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー 750FX 外装のご紹介です。こちらですね、先ほどご紹介した何といっても FX 外装、そしてですね、足回りはキャストホイール、ドラッグ集合感などですね、装備品多数の一台となっております。早速いろいろご紹介させていただきます。はい、まずヘッドライトですね、マーシャルのクリアレンズのヘッドライトです。もちろん割れならございません。 FX のウィンカーにカスタム済みです。三つ股カバーですね。そして、フロントウォークは大きなにじみや漏れもちろんございません。メッキフェンダーも装備しております。錆腐食一切ございません。綺麗な状態です。そしてですね、特徴的なキャストホイールです。インナーゴールドですね。とても、かっこいい一台となっております。大きなガリ傷曲がりもちろんございません。日清のキャリパーも装備しております。はい、そしてキャブレターはですね、 FCR のレーシングキャブレター、装備しておりますね。そしてエンジン周りの各所オイル漏れ、ブラックにペイント済みのエンジンですね。ポイントカバー等も大きな点灯傷はございません。エンジンスライダーも装備ですね。そして、オイルクーラーはアクティブのブラックのオイルクーラーを装備しております。サイドカバーもですね、 FX 仕様ですね。バックステップ、ブラックのバックステップ装備ですね。ブラック集合感です。リアサスペンションは昭和のリアサスペンション、そしてもちろんですね、リアホイールもキャストホイールを装備しております。インナーゴールドですね。大きなガリ傷、腐食等も少ない一台となっております。テール周りもですね、しっかり FX 仕様に仕上げられた一台となっております。反対側回っていただきまして、シートです。シートも FX シートにカスタム済みですね。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。そしてタンク周りです。タンクもですね、 FX 外装です。こちらもですね、大きな点灯傷、へこみもちろんない状態となっております。はい、そしてタンク内ですね。はい、タンク内も大きな錆腐食もちろんございません。ではエンジンの方始動していきます。しっかりとFX仕様に仕上げられた1台となっております。豪華装備品も備えた1台です。とてもおすすめの1台となります。皆様のお問い合わせお待ちしております。